今日も昨日今日と幸せ、あ、よかったです。そう、もう伸びてきちゃってやばい。ちょっと今日さ本当に、まあお洋服がシンプルだっていうのあるかもしれないんですけど、やばい本当に今日30代に見える。30代っぽくないですか今日。よろしくないな、よろしゅうない、よろしゅうないってあるの、そんな言葉よろしゅうない、うーん、 OL 感、確かにもう褒め言葉で言うと OL、 褒め言葉っていうか、なんかちょっと今日さ本当にちょっと年相応に見えない、やばい、落ち着いちゃってる。でもね、おしゃべり会でも、あ、っていうかショールームでも行ったか、筋肉痛になったんです両腕私妄想ワクチンで腕が痛くなって、で普通にワクチンで腕が痛くなって、昨日の公演で筋肉痛になって、もう何週間も腕が痛い日々が続いててワクチン終わってもう解放されるかと思ったら、まさかの本当の筋肉痛になっちゃって、今だからあんまり激しくショールームできないというか、もともと腕振り回すのあんまりできないけど、あ、したことないけど、なんかもうここでは腕は回せません、はいそう、え、なんか、あ、だるまとタコありがとう。なんかさ、そう、お疲れ様、お疲れ様、ありがとう。そろそろ定型文新しくしてほしい。いや、だってまた筋肉痛になったじゃん。ってことはまたワクチンの入り口でしょみんなも今きっとワクチンする時期だと思うのでね、タイムリーな時期ということで頑張ってください。頑張ってね、うーん、頑張って、ハートありがとう、ありがとう。うん、あとね、首が筋肉痛、なんでなのか分かんないけど、首とあと背筋筋肉痛で、でも今まで2公演させていただいたことあるんですけど、やっぱり生誕祭だから気合が入ったのか、ね、緊張したのか、なんか筋肉痛になっちゃいました。そう、どうしてなんだろう、やっぱり力んでたのかな、ね、力んでたのかもしれない。それでもう次の日、今日おしゃべり会 でまた明日からはね、コンサートのレッスンが始まるということで、筋肉体操しよう、なんだそれ明日からついにね始まります、練習が。もう踊るのかはちょっと分かんないけど、なんかでもこの感じが本当に懐かしくて嬉しいんですよ、めちゃめちゃ今もう血が騒ぐこのね、時メッセに向かってる感じが嬉しくて、ちょうど加入した時もすぐコンサートのレッスンを見学っていう形だったんですけど、ほとんど見学させていただいた時のレッスンと似てて、東京で握手会があって、で新潟帰ってきてなんかの撮影があったり公演の練習の時にコンサートのレッスンとか、あ、基礎レッスンとかがちょっとあった時にコンサートのレッスンを見学、まあ見学なのでバキバキ踊るわけじゃないんですけれども、
そういうのがあったりしたから。でも逆にもう私たちは見学じゃなくて、もうしっかりと多分出させていただいている、出させていただく側になるということなので、本当にときめっせのコンサートに関してはもうみんなもだと思うんですけど、私もすごい気合が入ります。なんかそう、加入当初がやっぱり恵まれすぎてたぐらい恵んでいただいていたので、でも今回のコンサートもやっぱりでもちょっとなんだろうな、まあ自分みんなでもちろん掴み取ったとも思うんですけど、でもやっぱりその中でもやっぱり先輩方のおかげっていうのがおかげだなっていう思いがまだすっごいあるのでね、なんかもっとね集客力だったり知名度だったりを私たちもどんどん上げていきたいなって思います。はい、本当に楽しみ。来月ね、来月の今頃ですよね、もうちょうど。しもう次いつ立たせていただけるかも分かんないし、本当にもうコンサート最後私の最後になるかは分からないけれども、ちゃんといろいろ焼き付けようと思います。いろいろもう先輩とこんなに近くで大勢と関わらせていただけるのってあんまりないからね。チケット申し込みもみんなぜひ申し込みしてください。ぜひぜひ、あのお昼と夕方、夜公演があるんですけれども、単独とゆかさんの卒業コンサートになってて、ぜひ申し込んでいただきたいなって思います。申し込んでね。はい、そうだよね。いやなんだろう、でもね、あそう、その30日はすごい楽しみなんですよ、楽しみなんですけど、その次の日からね、また新しく なるじゃないですか、グループが。またどうなっちゃうのかなっていう、まあその30日以降は楽しみというか、なんかちょっと不安の方が大きいんですけど、なんだろうね、どうなるんだろう、はてな。こんばんは。ワクチンの入り口が痛くて筋肉がどうしたの？ワクチンの入り口痛めましたね。え、もう普通になんかもうどうなるんだろうかなって。組織でもあるのって、組織何 NG、 え、何ですか、組織って何よ。かいちゃん呼びするんで忘れない。どうなるの、どうなるの。あ、組閣、あごめん、組織になっちゃった。あ、組閣、あごめんなさい、組織、あれもうさ素で間違えちゃうんですよね、やばい。組織なんか、え、何をおっしゃってるんだろうって思って。組織、え、組閣か、組閣ですね。組閣はどうなんでしょうか。わかんないよ。
でもさ今28人で卒業、ゆかさん卒業された27人で組閣ってありえるのかな、わかんないけど。え、でもさ、なんだろう、え、うん、少ないよね。ユニット公演今やってるし、なんかどうなるんだろう。3期生の募集、あ、3期生のみんなが来てくれるのかな。確かになんか組閣って春の人事異動、あ、なんかこのタイミングじゃないかな。どうしよう、3期生のみんな来てくれるのかしら。3期生募集してくれる人秋の人事異動、応募してよー。うーん、なんだろう。え、私は全然わかんないし、もちろんてかまだ瀬戸利とかも全然聞いてないんですけれども、単独の方は、え、なんか3期生のみんなの募集か、シングルか、あのツアーはありえないかな、わかんないけど、まあ私の希望でもあるんですけれども、なんかツアーでいろいろな県を巡ってみたいなみたいな思います。そうだね。なんかでもさ、私も今そうなんですけど、このもしシングルの選抜がそこで発表されたらどうしようとか、なんかそう、その発表は嬉しいし、 NCT にもそこで発表した方が話題にもなるしプラスにもなるとは思うけれども、なんか純粋にそのコンサートだけを楽しみじゃなくて、その発表にドキドキしちゃうから、もう気が気じゃないよね、なんか気が気じゃなくなっちゃうのよ。なんだろうな。でもデデの経験は、え、1回ぐらいある、1回だけかな。あの、しかもあのあれなんですよね、あ、ステージに立たせていただいてる時のパリンデデンみたいなやつを1回だけあって、リクエストアワーの時に失恋ありがとうの発売選抜の発表があったじゃないですか。なんか私その時なんでなのか分かんないけど、まあきっとなんだろう、 NGT のイベントじゃないからって思ってたのか分かんないけど、まあ NGT の発表は NGT に関しての発表は、まあ、ないみたいな感じで、あとリクアワーは終わったばかりのなんかそのルンルンな気持ちでいたら、いきなり後ろのスクリーンがバーン、なんかね、バリーンみたいな、パリーンみたいな、ドカンなんかなって、何って思ってね、ってなんかわかんないけど周り見たら先輩とかがここ座るんだよって言ってて、あ、座るんですかと思って座ってこう画面見てたら、なんかそう盛り上がる感じになってて、はぁーって思った。かえりちゃんめっちゃ好きです、めっちゃ好き、こんばんは、こんばんは。そう、なんかその不意打ちの経験は自分がその場にいる時だったら、それかな。うん、私ああいうのめっちゃ好きなんですよ。もちろん自分に関係のないことっていうか、関する直接関することじゃなくても、そういう特報系の大好きなんですよ。時めっせの特報、あ、あー、
あのパリーン系じゃなくてあれですね、昇格発表ありましたね。ね、そういう何か発表系もまたいいけれどね私の自転車が見つかる特報、うん、ワクワクする。そう、なんか次どうなるんだろうみたいなワクワクさがまたそのグループを見ていくうちのなんか楽しみじゃないですかね。次このグループはどうなるんだろうみたいな。だから何かそういうパリーン系があるとね、その気持ちが膨らむのかな。ドキ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 。ドキ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 。どうと。そうだね。でも私こういうの鈍感だから全然わかんなくて、あ、でもあのそのメンバーさんの卒業発表とかはなんかもうめちゃめちゃなんと本当にもうなんとなくなんか今日ドキドキするみたいなことでわかる時があるけれども、でもそういう発表系のやつは全然疎いので、うん、わかんないな。ね、朗報があるといいね。ちょっと暗算しよう。よいしょ。帰り写真集。そう、マリナさんとゆかさんの写真集もね、今少しずつオフショット見てる見てる。題名が体育座りいいよ。みんななんか姿勢に迷ったらこれやってほしい。だってこれ学校で習ってる姿勢だからね。ちょっと話足りなかった、また話そう。コンサートで落語の話はまだまだというかもういただいてないですそう、服伸びないの？え、ワンピース後ろに転がりません？大丈夫です大丈夫だよ。ベランダでよく体育座りしてます。あら、あらあらあら、もうねこのねあんざが一番なの。そうだよ、コンサートで落語。楓ちゃん目的で公演か、ありがとう、ありがとうよ。私目的だなんて嬉しい。なんかさ、うん、嬉しい一か電源を入れてください。電源、電源を。ちかなちゃんみたいにあぐらを描くとか、あぐら描いてほしいですか私に落語は3人いるから夢が膨らむね。いいね、もう楽しみにするし、なんかみんなメンバーみんなでさ何かこう共通の予定があってそれに向かって頑張るのが好きだ私は。親父座り、テレビ見るときも体育座り、うん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 、そう、総取りのメンバーみんなそうだよね。かえりちゃんおしゃべりできて最高の誕生日、お誕生日おめでとう。つぐみさんのバンダイ太鼓聞きたいって、
ね、あのね、バンダイ太鼓で思い出したんだけど、なんか私のお母さんが、つぐみさんが NGT になったっていう知るきっかけが、あのなんかつぐみさんがなんかねちょっと部分的なんですけど、なんか私のお母さんとつぐみさんのお母さんがもう何年か前に、私が NGT 入る前にある日電話してて、でなんかそのつぐみさんの兄弟いらっしゃるじゃないですか。兄弟の何々は今なんかまあ塾だったかなんか何かしてて、でなんかつぐはなんか今なんだっけな、バンダイだったっけな、バンダイでなんか踊ってるんだよねみたいなのをね、そのつぐみさんのお母さんが言ったらしくて、でなんか私のママはその時つぐみさんが NGT なのを知らなくて、であつぐみちゃん、あ太鼓でそのなんだ太鼓の延長で、あそのバンダイの方で踊ってるのかなと思って、頑張ってね、太鼓まだやってるのみたいに言ったらしくて、そしたらつぐみさんのお母さんが、いやそれがね、あの NGT っていうグループ入ってねって言って、そしたらママが「えっ!」って「ちょっと待って帰りに聞いてみる」って言われて、なんか私に聞かれました そう、お母さん最初なんか太鼓系のなんか太鼓されてたじゃないですか、そのバンダイ太鼓由来のそこからのなんか踊りだと思ったらしくて、そう、それでなんかびっくりしてた。ねえ、小熊さんと電話したんだけど、つぐみちゃんあれアイドルなの?って言って、そう、太鼓だ。ママね、びっくり。でもなんかその当時からなんかさ、つぐみさんのお母さんすごいなんかフレンドリーな方で、なんかそのかいりちゃんもなんかウケなーみたいな まだその NGT2 期生の応募とかドラの応募とかある前から、でなんかかいりちゃんもね、もしよかったら受けて、なんかつぐと一緒にやろうよみたいな、すっごいなんかフレンドリーに言ってくださってて、まあでも私はそう え、なんかそのなんかもう習い事みたいな すごくね、なんか電話で言ってくださってて 面白かった。いいママね。そうで、それがなんか現実になるなんて思わなくて、なんかドラの一次審査の時はでも、もうなんか落ちましたってちょっと報告するのもあれだなと思って言ってなくて、で候補生ぐらいの時に、そうつぐみさんのお母さんに言ったのかな、多分かんないけど、そうなの、もうびっくり、こんなことがあるんだなって。なんか昔からそう仲良くさせていただいてたし、なんか NGT に昨日っていうか NGT いいよって言っていただいてて、でまさかこんね入れるなんてね思わなかった。なんかつぐみさんが妹と同い年なんですよね、2個下で。びっくり。どこで会ったの?もうこの家とかつぐみさんの家になんか行ったことがあって、なんかその時私シール交換にはまってて、でなんかつぐみさんもシール交換にはまってて、なんかシール交換してたんですよ。あと動物の森とか通信してて、そうなんかつぐみさんの村に行ってた びっくりなことに遊んでた普通に。だからその時は
つぐみちゃんって呼んでた。つぐみちゃん、うん、だからびっくり。そう、村って聞くとあれちょっともう一つの村が横切っちゃうんだけど、そう、その頃からねめっちゃ性格いいなって思ってたんですよ。この子は神様だ天使だって思ってて、そう、話し方とかも結構そのままだった、うん、そうだよ、もう昔から、で小学生の時くらい、中学生か小学生の時くらい、私がそうあったり、おっとりしっとりしてた。なんかね、なんか世間って狭いなって思いました、ね、世間って狭いって思うことありますか、みんなは。私はでまさにそれのつぐみさんのこととか、あとはなんだろう、でも私あの南さん、加藤南さん、なんかフルネームで言うとあれだけど、南さんもあのNGT になられる前からなんか全然他校だしお会いしたことなかったんですけど、なんか SNS か何かで見たことがあって、ああ可愛いなって思ってたんですよ本当に。それでなんかでもしばらく一致しなかったんですけど、なんか私のあの地元の中学校のことなんか共通の友達がいて、でそれを南さんと話した時に、あのプリクラ南さんなんだみたいな思って、そう、それで近って思ったの。そう、なんか南さんのバトンスクールの、あのバトンしてるバトンスクールでバトンしている子と、なんかそう同級生で、私の地元にいっぱいいたんですよ。なんか3、4人くらいいて、そうやばくないですか、そんなにいるっていう感じなんだけど、そんなにいて、あ別に同い年じゃなくてもいっぱいいて、そうなの、でなんか共通の知り合いってすごいなって。であのまさかの私ミユとも共通の知り合いがいるんですよ、いたんですよ。それは加入した時とか全然分かんなくて、結構最近明らかになった話なんですけど、そう最近明らかになった、新潟って世間が狭いなって思いました。かえりちゃんと話せて楽しかった、ありがとう、うん、そうそうそう、私のあの地元のいつめんちゃんがみゆのまあ知り合いみたいな感じだった、狭っみたいな感じ。そうそう、友達がすごい仲良くて、でなんかみゆたちもなんか知り合いくらい、へえって、そうびっくり、なんかそう地元が、そう元推しをファン仲間が実は同じ会社、でもそれもびっくりですよね、NCT 好きなんですかみたいな、自分もですみたいなね、誰推しですかみたいな、かえりちゃんです、あみゆみゆですみたいなそんなこともあるのかね、うん、
いやびっくりびっくりびっくり。カレちゃんこんばんは。こんばんは。パラありがとう。そうなの、全然ある。新潟だったらね、会社の知り合いが萌香さん推しだった。ドラフト推しの女の子入社だって。優しくしてください。すごいね、そんなこともあるんだね。公園のロビーで同じ職場の人に会った。それびっくりするね。なんかお仕事でもこのプライベートでもっていう。すごいね。上司がリカさん推しだった。上司上司特になんか新潟ってそういうのあるのかな、ね、なんかと、うん、確かにどう反応せ、女子、それともニコニコで女子っていうのかな、それとも女子なのかな。帰り帰りだよ。大学の名古屋の先な、ん、大学の先輩と名古屋のパルコでばったりと会った。岡山。確かになんか他県で会うとより一層はっってなるね。確かに。あ、そっか、上司呼びしないのか。待って、握手会のさ、剥がしの方が知り合いだったらどう、知り合いだ、どう剥がされながらこんにちはみたいな、なんか「お久しぶりです」剥がされみたいな。なんか面白い、面白いね。私の中学のね先生も、これはでも加入してから発覚したんですけど、ゆかさんのファンの方だったんですよ。私の中学校の国語の先生が。それはでも NGT に加入してなんかファンの方として現れて、あれってなったんですよ。びっくりした。なんかでも全然そんな風に見えなくて、その時先生だった時、今も先生だけど、先生だった時も先生、本当になんだろうな、先生先生と思ってて、だからね、初めての握手会、3月にあった、3月25日にあった産業振興センターで、こうなんかゆかさんのさ、なんかグッズ、こう肩とかになんか首とかにかけながらこっちに向かってきて、でお出迎えの時に知ったんですけど、こっちに向かってきて、あれって、先生じゃんって、もしかして私の初握手にって思ったら、もう全身ゆかさんになってて、でまあでも、いや来て挨拶にというか帰り頑張れよとか言ってくれるのかなって思って待ってたけど、来てなくて、なんかゆかさん一人だけに行ったみたいで、えって思ったんですよ。まあいいんですけど、それででもね、最終的にね、ゆかさんがねいない研究生公演とかにもね、来てくれるようになったんですよ。でもなんと女の人と来てたんですよ、先生が。なんかね、よく下手になんか2人で座ってて、で何なんだ
ろうって思ってなんかあれなんかいっぱい公演やった日あったじゃないですか。なんかその3月ぐらいにもう怒涛の研究生公演みたいなのあったじゃないですか。その時に昼夜連続で入ってて、昼夜同じ人の隣にいて、何なんだなって思って、でどうされてるんですかみたいな、お見送りで聞いたら、なんかいやーなんかあれなんですって言って去ってたそう、は先生の奥さんなのか彼女さんなのか分かんないけど、なんかやっと公園に、私のいる公園にね来てくれたって思ったら、なんかあはって思ったうん、なんだろうね先生面白いねもうきっとわかんない、なんかあの全然連絡先とか思ってないし全然わかんないんですけど、多分あのあれ時面接とかにも来てくれると思うので、待ちます待ってますそうなの、びっくりなの、もうあので地元のお友達、私の数少ない地元のお友達に会った時にも、ね、丸々先生がねこの間いたのって言うと絶対びっくりされるの、みたいな、あの丸々先生がみたいな、しかも国語の先生なんですよ、からみんなびっくりなの、あ、誰もありがとう国語の先生そうなの、いやでもいい先生だよ、あ、校長先生ではないです校長先生ハイタッチしてた校長先生じゃないです、話が面白い校長先生じゃない、普通に先生してくださってた先生です。でもいい人、本当にもしもういい人だから嬉しい、この界隈にいてくれて、私はクリありがとう、うん、いい人だよこの界隈、うん、来てほしい、いろんな人に、本当にもうコンサートにいろんな人に来てほしい、ちょっと一旦ちょっと NGT から離れちゃったよっていう方にも来てほしいなって思います、ぜひぜひぜひ、うん、おしゃべり会はないね、なんか私のそういう個人のやつには来られたことないんです、公演とか握手会会場で見かけるとかあるけど、私のレーンは来ないというか見えない、そうだよ船に乗られた方も一旦戻っておいで、離れた知り合い誘ってみる、お願い、もうきっとなんかまたもしかしたらきっかけになるかもしれないし、でもさ今この瞬間いらっしゃらなくてもきっとそのファンの方も NGT の思い出はあるはずだから、呼び起こされるというかね、頭で再生されるかもしれないし、はい、お願いね、
待ってます。ベージュのお召し物がなお召し物って何、これ食べ物似合う、ありがとう。日向坂さんに行った友人ねえ、なんかさ、あの私のファンの方でもなんかこの前逆質問で他に好きなアイドルさんいらっしゃいますかとか聞いたことあるんですけど、日向坂さんって言われた方が結構いらっしゃって、日向坂さんの方も好きだしみたいな、いらっしゃるんですよね。いらっしゃった、お日様がいた、聞いちゃった。いやなんかでもなんか私だいたいなんかこう質問したらこう返ってくるんじゃないかっていうのをだいたい想像しながら質問をしていて、でもいやいや NGT だけだよっていうのを想像してた時に、いや日向坂がって、日向坂さんがって言ってて、おーもーって思って、みんな好きなんだ。カラオケ配信とかするときもよくキュンキュン歌ってって言ってきて、あ好きなんだって思ってそうだよ、うん、そう、なんか NGT だけみたいなの若干待ってる自分がいて、それを用意しようとしてたらね、まさかそう想定外、想定外でした。まあでもでもそれでも NGT のことも好きだったらもう私はもうそれでいいので、はい、いいですよ、ありがとう、ありがとう。じゃあお日様のお友達とともに共に来ていただけたら嬉しいです。うん。そうだよ。客室も結構面白かった。うん。でも私もアイドルいろいろなグループさん好きで。私はもちろん坂道さんもだし、あと K-POP アイドル TWICE さんとかがすごい好きだから、わかる、そうだよ。新潟に太陽2人いらっしゃるの、光り輝くナイスな太陽と新潟を照らしてる寺ひながいらっしゃるから、あ、二重さんも好き。はいはい。やひこも。やひこえ、なんだ、なんだ、なんか変なこと言った、韓国語は話せるって言って、チョンヌン佐藤カイリムニだ、これこれまでですあ、あーそういうことね、あちょっと待って、やばい、ちょっとやひこの本名をね今ちょっと変換できなかった、ちょっと待って、やばい、ヤヒコをヤヒコだと思っちゃった、やばい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 、そう今本当にヤヒコを本当のヤヒコだと思ってた、もうなんならヤヒにこうつけたみたいな、ヤヒちゃん、ヤヒちゃんっていうのにこうつけた、ヤヒコちゃん、危ない危ない危ない、
諸橋ひなたか、ひなたか、にゃひこーん、あたにこ、にゃひこーん。確かに分かんないでしょ。なんかその韓国語というかその外国の言葉に戻るんですけど、なんか私あの握手会をさせていただいた時に、なんかまあ多分あの NGT 箱推しさんとかの方だと思うんですけど、なんかね結構海外の方も来ていただいた時があって、特にでもアジアの方が多いんですけれども、思い出した、また握手会が関東である時、そう関東の握手会なんですよ、新潟の握手というより関東の握手会でお会いしてたので、また関東で握手会があったらね、お会いできるのかな、どうなのかな、国ありがとう。なんかね、また関東の握手会でまたね、ちょっとおしゃべり会、オンラインおしゃべり会だから応募されないって方も多分いらっしゃると思うので、うん、だから握手会またあったらいいなっていうふうに思うし、うん、オンラインはねあまり参加されないか、でも今日一人だけ、でも日本語もすごい上手に喋れる方もいらっしゃったと、がいらっしゃって、その方はなんかちょっと村に染まってました。なんかもしかしたらその方の中ではこれが日本のカルチャーかって思われてるかもしれないし、ちょっとわかんないんですけどまあ面白く伝わってたらいいかなって思います。嬉しい、純粋に。でもうん、あくまありがとう。あ、そういうことですね、これはカルチャーだと思っていただいて、なんかしあのむはるか村進出、海外にももうすごい形でありがとうございます。こうやって NGT が広がりますようにはい、ということで今日のショールームは終えたいと思います。なんかもうみんなあれですね、もうきっともうみんな昨日も生誕祭をさせていただいて、でも連日あれだったしね、連休もあったし、お疲れだと思います。なんかそうね、しかも私配信夜遅くにしか最近してないし、お疲れだと思います。お疲れ様ですありがとうございます。で明日も多分夜、まあでも10時前に9時ぐらいにはね配信、もしレッスン終わっていい感じだったらやりたいなって思うので、はい、来てください、よろしくお願いします。ではあ、ランキング見ます。とまつくんさん、にしたむさん、すぐさん、じゅんじゅんさん、とさっちさん、ろひーさん、かずひーさんと、地元民わかさん、埼玉のゆうさん、酒井修一さん、ボンタカさん、ライトさん、そして市井新一さん、ありがとうございます。みんないっぱい寝てね、なんかみんな疲れてそう寝てね、ありがとう、バイバイ。あ